はい、皆さんこんにちは。1月28日日曜日がやってまいりました。皆様いかが過ごしでしょうか。今日もアバイシーカリフォルニア州アメリカからお送りいたします、コーチアレキでございます。どうぞ付き合いくださいませ。さて今日は少し元気出ましたんで頑張りましょう。さて皆さん、いやそれにしてもね、この佐々木朗希さんの人気がね、アメリカでは爆発しておりますよ。21歳にしてはなんでいつも球投げるの100マイル以上なんだって言ってね、しかもね、ジェイコブ・デグロームねとかもういろんなね、ハイレベルの選手と一緒にね、全然問題なくやっていけるだろうと言ってるんですけどね。どうなるかね、それはすごいものでございます。それからですね、大谷翔平のオール英語スピーチをね、もう一回ちょっと見てみたいと思っております。ちょっと日本語にも しましたし、簡単に英語もなってるから、まあ2回か3回聞いてもね、まあ、大谷さんもね、毎日毎日やるわけじゃないから、これはね、素晴らしいものがありますよね。でそれをぜひ聞いてください。それからね、大谷さんはね、英語が普通にうまい。5年で見せた、努力に日本でも、まあ、魅了ということなんですけどね、素晴らしいという。そして、今、オフの FA 市場の動きが遅い理由はですね、このドジャースの17番、シュヘイ・オータニ、ウィッタ・テコ・ピン、そして、ダージャース No.18、山本由伸みかんという感じでございます。この2人のあれで遅くなったという、まあ、情報が来ておりましてね。それからまあこの下にですね、大谷さんのですね、カード、サイン入りカードなんですけど、場所がなくてここにちょっとこれ入れちゃったんですけど、なんかね、16万1680万。で落札されたということで、これもまたねすごい話題になってるんですけど、これはでも今回一緒になってるのはね、野球の神様のねベイブルートも一緒になってるんですよね。ベイブルートは右で大谷さんは左で、2人とものサインがある。これまたすごいことになっております。じゃあ今日も行きましょうか。サンデー、じゃあ参りましょうか。それでは行きましょう。 Ladies and gentlemen from United States of America, Hollywood, California, Universal Studio Hollywood。 ハリウッドはねやっぱりね、映画は見れるし、ユニバーサル一緒でどうやって映画撮ってるのか、これ全部ねもう大谷さんには近くなりましたからね、なんかねそのようななんかね映画の話も来るんじゃないかなという気がいたしますね。若いうちにいろいろやられた方がいいと思うんですけどね。そしてジャパン岩手プリフェクチャー、岩手県、そして花巻東高校ハイスクール、そしてミスターショヘイ・オオタニ from ロサンゼルス・ドジャース、テコ・ピンということでございますけどね。このテコ・ピンもね、優勝に関わっておりますけどね。今日もよろしくお願い申し上げます。それではね、まずはね、これちょっと写真があるんですけどね。MLB ワールドツアーソウルシリーズってもうみんな知ってらっしゃいますよね。これがまたすごい話題になってるんですよね、なんかね。その時間がなったらピーッと、取れませんでした、ピーッと取れたとか、まあいろいろあるようでございますけどね。まああとはね、もう日本の方々にはやっぱり JTB ジャパントラベルビューローからね行った方が間違いないだろうということなんですけど、まあどうなるかというのは楽しみしております。そしてね、このその韓国の方はなんかね、ここめゴクホク、スカイドームっていうんですけどね、
五国、五国というのかな、まあこの高いドームで、やられるということで、日本よりもなんか小さめらしいですけどね、今あちこちの話聞いてるとね、国独、極北ですね。はい、ということでございます。じゃあ行きましょうか。まずは、じゃあ行きましょう。はい、下の方ですね。あ、これですよ、皆さんにちょっと話しておきたいと思ってるんですよ。あのね、ロッキー佐々木さんのこのエヴェージュの NPB 日本ベースボールね、日本ベースボールでは98.4マイルパラアワー。そしてこのジェイクブ・ダグローも 98.9。 だからあんまり変わらないんですよね。ハンター・グリーンはこの人は 98.9。 この2人とも同じですね。で、スペンサー・スライダーは 98.2。 それ以上は出てますもんね。そしてこちらはサンディ・アルカンタラ 97.9。 そしてゲレル・コール 97.8。で、アナウンスが彼がやってましたけど、このね、ロッキー・アオキは21歳ですよ、今。21 years old。で、彼が、今現在出ていても全然問題ないと、できますよって、みんな楽しみしてますよって言うんですけどね。まあ、どうなるやらね、その辺は楽しみしております。はい。ほら、Highest Average Fastball Velocity、速さですね。Mile per hour、ね。Among、スペシャル2022シーズンミニマム 400FB ということで、いやいやいや、とにかくね、ロキアオキは、ロキ佐々木は、全然問題ないという、あのアメリカの方の談話でございます。じゃあそれちょっとね、聞いてみようかね、あの少し、じゃあどうなってんのかってね。はい、じゃあ行きましょう。はいはいはい。佐々木は MLB でプレーしたいという願望を繰り返しているが、どれくらい早くなるのだろうか、うん、佐々木朗希は日本プロ野球の千葉ロッテマリーンズで投手としてのキャリアはわずか3シーズンしかないが、22歳のエースはすでに次のステップ、つまりメジャーリーグでのキャリアを見据えている、うん、佐々木は今週千葉ロッテと1年契約を結んだ後、その意図を明らかにした、うん、共同通信社によると、火炎放射器右腕は土曜日の記者会見で、将来は米大リーグでプレーしたいという願望があると語った。毎年コミュニケーションを取ってきた。クラブも理解してくれていると思う。日本のエース、佐々木朗希を知る。彼はいつ行動を起こしたいと思うでしょうか。佐々木さんは言わなかった。今後の目標について問われた佐々木は、目の前のシーズンで良いプレーをすることが大事だと思うと語った。早ければ来オフシーズンにも佐々木が就任する可能性がある。お、日本国外の報道によると、彼の契約に本人の希望に応じて千葉ロッテにポスティングを強制する条項があるようだが、球団も選手もその報道を確認していない。うん、佐々木氏は同じ日本人投手の山本由伸が12月にポスティングシステムを利用して NPB から MLB に飛び込み、ドジャースと12年総額3億2500万ドルの契約を結んだのを見守った。山本氏の前所属チームであるオリックスバファローズは、この取引でドジャースから契約額に応じた5060万ドルのポスティング料を受け取った。多くの人は、山本より3歳年下の佐々木がより有望な人材であると考えている。しかし、もし彼が25歳の誕生日を迎える前に千葉ロッテから指名された場合、うん、山本のような超大型契約を獲得する資格はないだろう。海外メジャーリーグでの勤続年数が6年に達していない25歳未満の選手は、契約に上限を設ける MLB の国際アマチュア契約ボーナスプール規定の対象となる。二刀流のスーパースター大谷翔平選手も2017年に北海道日本ハムファイターズに移籍した際、うん、同じルールの対象となった、うん、確かにね、エンゼルスは231万5000ドルで大谷選手と契約した、うんうんうん、MLB での勤務期間が6年に達した後、うん、大谷は今年11月に無制限フリーエージェントとなり、
ドジャースと10年7億ドルの契約を結んだ。2023年ワールドベースボールクラシックで日本が優勝決定戦でアメリカ代表を破り、大谷、山本と共に金メダル獲得に貢献した佐々木に、アメリカの野球ファンは大きな注目を集めた。そうなのよ、集めてるのよ。佐々木は2023年の NPB シーズン中、斜め方向の負傷により91イニングの出場にとどまったが、135奪三振、わずか174球で防御率 1.78 という驚異的な成績を残した。うん、千葉ロッテでの3シーズンで、佐々木は防御率 2.00、KBB レシオ 6.71 を記録した。2022年、佐々木はオリックス戦でパーフェクトを達成しながら19奪三振を記録し、日本で完全試合を達成した最年少投手となった。完全試合をもう達成してるんですね、じゃあね。最年少。いやー、すごいですね。まあ僕の意見言わせていただきますと、まあ、ロッキー佐々木さんは少しでも早く行きたい。多分、大谷さんと同じぐらいに行きたいっていうおっしゃってるんですね。で、チーム側は、やっぱりね、これだけロッキーを、佐々木さんを頑張ってきたんだから、もうちょっと長くすればね、相当お金もやっぱり入ってくるから、だからそっちの方も考えていらっしゃるんじゃない？お金。で、本人も少しマチュアになるということなんですけどね。だからその辺はまあ、引き合いどうなるのかってわかりませんが、まあね、今生きても大丈夫なのかどうか、もう向こうはそう言ってるんですよね。アメリカ、MLB はそう言ってるんだよ。いろんな人がね。そして、まあ来年ですね、とりあえず。彼は、目の前のものをまず先にやって、それから考えますということをおっしゃってたので、まあね。それから皆さんもね、ちょっと簡単にちょっと考えてみてほしいんですけど、アメリカには、ジェイコブ・ディグロームって言うんですよ。彼は全く同じなんですね、彼と。それで、年が全然違う。だからみんな彼にもっと欲しいとお金まであげたいって気持ちになるわけだから。それで、ジェイコブ・ディグロームもね、球が速く投げる割にはね、すごい怪我してるのよ。だからね、それはね、ほんと相当速い球投げるとはね、やっぱりそれだけのね、やっぱりね、負担かかるんですよね。だその辺はちょっと何とも言えないんですが、とりあえずそういう流れの私の意見でございました。はい。そしてじゃあ、じゃあね、どうなのかね、彼の情報がちょっと来てるから、はい、行きましょう。Sasaki known as the monster of the Reiwa era, basically saying,Once in a generation talent. This is his father and grandparents when their home was swept away. Sasaki. Nasty. The 1-2 fools men sheep. Second strike out of the first. The 0-2 pitch gets Mujik. A strikeout to begin the top of the second for Sasaki. He strikes out swinging. Back to back to begin the second. Three in a row for Sasaki. Strike three swinging.Number five so far tonight for Sasaki. The ability that he has to do this, to make it look sometimes like a slider. 91, 92, sometimes even 93 in that splitter. That's three. And number six for Sasaki. That is number seven for Roki Sasaki. Wow. Strikeout number eight.An exclamation mark on Roki Sasaki and his World Baseball Classic debut. On what is a very emotional day for him and for this nation. Absolutely superb. そうだね、やっぱりね、本当大変な時ありましたもんね、エモーショナルということで、なんか地震があった時に大変だったということで、まあ家族の話も出てましたけど、今ですね。それでじゃあこの方がね、この人知ってますよね、皆さん。この方がね、彼はね、もう今でも行けますよと。で、ちょっと。Pedro, tell us why this young man might be the next international superstar. Well, when you hear the best player in the world, kind of made out of a computer, Shohei Ohtani, talk so highly about his teammate and saying that if there was someone that he could probably think could be him in the future,
it's going to be this kid. He's only 21 years old, but he rates right up there with anybody. And I wish I had what he had. Oh, come on. About 6'6", 100 consistently, nasty slider. See that? That's Jacob DeGrom-like, with the same length. Look, arm speed, split finger, that's nasty, that's normal-like. Now look at these two guys side by side. Look at this, 101, well elevated, well located. Look at that, that's 100, even higher. I made it look good to you. Look at Jacob DeGrom. That's in the inner part of the plate. Look up over the strike zone. I mean, just manhandling anybody out there. And those are guys that have seen him. Those guys in Asia have seen him a couple of times. So they got no chance. Just like Jacob DeGrom when he's healthy. So these two guys, 6'6", good looking, 100, nasty changeup, nasty sliders. What else can I say? Look at the top-notch fastballs in the big leagues, and look where this guy ranks. Wow. Right up there with anybody you could think of. He would have the third highest average fastball velocity. And he's only 21 years old. 21 years old. He's not mature yet. As you saw, DeGrom looks like more mature, more polished than this kid. But this kid, I can't wait to see him even on another World Baseball Classic. Wow. But I just don't get enough of this kid, just like I don't get enough of Jacob DeGrom, Shohei Ohtani, all of those guys that rank. Spencer Strider is another guy that ranks there that I would love to see. ということで、もうとにかく待ちきれないようでございます。早く見たいと。次のあの BMW でもね、BMW じゃないや、あのベースボールクラシックね、でも見れたらありがたいなと言ってますね、彼はね。いやいや、デイグブズ・クロムとこうね、挟んであれされてくれたからね。いやー、素晴らしかったですね。はい。ということで、これを見たり、これを見たり。はい。ということで、今度はですね、こちらに参りましょう。はい。大谷さんのアメリカンリーグ MVP2024。これをもらったんですね、これをね。ここ中にね、あの、そのアメリカンリーグ、Most Valuable、Player という Most Valuable Player 2024って書いてあるんですけど、ちょっと行きましょうか。はい。大谷翔平、オール英語のスピーチ全用、感謝A軍や水原通訳、代理人の妻へ言葉も。グエイ夕食会に出席、こんなに素晴らしい夜を。昨季エンゼルスで最優秀選手、MVP に輝いたドジャースの大谷翔平投手は27日、日本時間28日、全米野球記者協会、グエのニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した。注目されたスピーチでは日本語なしで、約2分の全英語スピーチを披露。会場からは、アメージングと称賛する声も上がった。以下は大谷のスピーチ内容。ダスティー、ベーカー、優しいお言葉とご紹介をありがとうございました。グエ、こんなに素晴らしい夜を主催していただき、ありがとうございます。いつも我々を歓迎していただき、ありがとうございます。私に投票してくださったすべての記者の皆様、ありがとうございます。非常に栄えある賞で、この賞をいただけけて本当に光栄です。そのことから、私に投票してくださったすべての方々に深く感謝しています。受賞した皆様、おめでとうございます。皆様の今期について、そしてご出席の皆様のキャリアを祝福します。そしてエンゼルス、フロント陣から全スタッフまで、この6年間ありがとうございました。皆さんのサポート、そして私がとても情熱を注いでいるこのゲーム、野球のこと、をする機会をいただけたことには、常に感謝していました。チームメイトのみんな、そしてコーチ陣、一年を通じて私を助け、そして励ましてくださりありがとうございます。皆さんのサポートは日々感じていました。ドジャース、私を信じてくださりありがとうございます。私はキャリアの次のステージを楽しみにしています。世界中のファンの皆さん、私だけでなく MLB を応援してくださりありがとうございます。私たちは皆さんに感謝していますし、ありがたく思っています。
自分が今のようなプレーをする努力ができているのは、日本の国が絶えず、日々私を熱心に応援してくださっているおかげです。それもそうだね、確かに。私を支えてくれている陣営、筆頭は代理人のネズバレロですが、うん、彼の妻も共同席してくれています。CAA のサポートに感謝します。そしてもちろん一平水原、いつも支えてくれてありがとうございます。そして最後になりましたが、家族と友人の皆さんに感謝しています。ありがとうございました。素晴らしいね。これをね、ちょっと聞いてみましょうか。はい、どうぞ。はい、お願いします。Thank you, Dusty. I appreciate the introduction. Dusty は出てこないね。DY しかない。BBWAA, thank you for hosting such a great event and always making us feel welcome. To all the writers who voted for me, thank you. This MVP award is very prestigious and winning this award. Prestigious, いい言葉だね。So a deep appreciation goes out to all of you that voted for me to win this AL MVP award. To my fellow recipients, congratulations to all of you that in the years you had. And for some of you up here, the careers you had. To the Angels organization, ownership, front office, and the entire staff, thank you for the past 6 years.I always appreciated your support and allowing me the opportunity to play this game I'm so passionate about. To my teammates and the coaching staff for helping and encouraging me throughout the year, I felt your support every day. To the Dodgers organization for believing in me, I'm looking forward to this next phase in my career.To all the fans around the world that support not only me, but Major League Baseball, we thank you and appreciate you. To the country of Japan, your endless, passionate support you give me every day helps drive me to play the game the way I do. To my support group, starting with my agent, Ms. Valero, and his wife Liz attending tonight.To CAA for all of their support, and of course, Ife Mizuhara for always being there for me. Lastly, to my family and friends, thank you, I appreciate you all. Thank you. いいね。はい、ということでございましたね。はい、続きましてこちらですよ。英語は上達しております。神立てぶりに驚き、大谷翔平の英語は普通にうまい、うん、5年で見せた努力に日本でも称賛。すべて英語でスピーチ、日本語一切なし、発音も聞きやすい。うん、昨季エンゼルスでアリーグ満票 MVP に輝いたドジャースを大谷翔平投手が27日、日本時間28日、全米野球記者協会、ブーエのニューヨーク支部が主催する夕食会でスピーチを行った。流暢な英語を披露し、日本のファンからは、大谷さん、英語でスピーチ。うん、普通にうまい、大谷さんの英語いいね。いいね。発音も聞きやすい、と、称賛の声が相次いだ。うん、大谷は2019年以来5年ぶりの出席。黒のタキシード姿で登場した。2019年のスピーチでは、最後に、次回ここに立つときはこのカンニングペーパーが必要ないといいのですが、と笑わせていた。この日も手元にある用紙を見ているような素振りはあったが、流暢な英語で感謝の言葉を述べていた。SNS では上達した英語に驚きの声が。うん、大谷翔平ブエ主催の授賞式ディナーで英語でのスピーチ上手すぎる。大谷さんの英語非常に流暢かつ聞き取りやすいの良いわね。努力の人なので当たり前なんだけど、ルーキーで参加した時よりはるかに綺麗な英語喋ってる大谷さんに感動してる、と成長ぶりに驚く声が上がった。うん。まあ、良かったんですけれども、なんか本当アメリカ人ポークって早すぎたよ。もうちょっと落ち着いてガンガンガンって言ってほしかったんですけど、まあ、その言われた人よりも本人がね
素晴らしいものをやってくれたんで、そう、素晴らしい、良いと思いますよ。はい、ということで、はい、次はこれでございます。まだね、ダスティベイカーが紹介したのはね、何もどこもなかったから、ちょっと見つけましたので、これもきっと聞いてみましょうかね。はい、行きましょう。はい、A front row seat to a lot of Ohtani's feats. To introduce the American League Most Valuable Player, here is Dusty Baker. またダスティ・ベイカーいろいろジョーク言うんですよ。それをね、ツヤ君のちょっと、彼がすごいね。First, I'd like to say good evening, and I haven't been to this event in about 20 years. And I'm proud to say that I still see some of the same faces that I've seen that I saw 20 years ago. And I see a lot of new faces, a lot of young people, which I'm glad to see that the game of baseball is healthy by having so many young people and so many faces here that hopefully I'll see them in the future. But I wasn't supposed to present this award. Actually, I'm pinch hitting for Will Ferrell. I don't know eight jokes, so I'm not gonna make it laugh. Trust me. But you know, I've seen two-way players before in my career. I've seen about everything, and I had one of the best two-way players in baseball in Michael Owens. And I've seen Bruce Kiesnick with the Milwaukee Brewers, but I've never seen anybody that's as talented as Ohtani. And I saw it firsthand many, many times. I've seen the best in baseball, especially from Japan. I know Masanori Murakami, I think I'm pronouncing his name right, he was with the Giants. And I was like, okay, I was talking to him. I also had the pleasure of managing, I've seen Ichiro. You know, who I thought was one of the best of all time. I mean, this guy was a magician with the bat. I've seen Bill Matsui, who I thought was a magician at shortstop. I've seen Big Matsui, Power hitter that was with the Yankees. And it's very hard for me to like apply the Yankees to it, because they used to beat on my teams all the time as a kid, the Dodgers, and they beat on me when I was on the Dodgers. But you know, you got to call spade a spade, and he was great. And Nomo was great. Nomo was outstanding when I was in San Francisco. He was tough on us. And last but not least, I had Kun Senjo. I don't know if anybody here has seen Senjo. Senjo has the blonde chip hair and all this stuff. But this guy is one of the best I've ever seen. He's a combination of all of them. And humble. Sometimes he used to make me mad because he used to look at me right before he went to the home plate. And he was always like, and I'm trying to act like I'm writing something down, and I peek up like this, and he's still looking at me. And so he go like this, he nod to me, I nod to him, and then he did a home run. So I look up in the stands, my wife, who's Filipino, she's taking a picture of him, you know. Then he'd go out on the mound, he'd nod to me again. I nod back to him, and he'd strike out the first three guys that came to the plate. So, I mean, this guy is one, like I said, he's one of the most talented players I've ever seen, and I told him, I said, man, you are a bad man. I don't think you really understood what I was talking about. I didn't mean bad, bad. I mean, the 200 best cats that I've seen play this game, and I've seen a whole bunch of them. So I just, I'm proud to introduce my man. Come on up, man. Ohtani! He's not only talented, but he's good looking too. Good looking too. タレントもあるし、かっこいいしって言ってますよ。Thank you, Dusty. I appreciate the introduction and the kind words. BBWAA,
Thank you for the hosting such a great event and always making us feel welcome. To all the writers who voted for me, thank you. This MVP award is very prestigious and winning this award means the world to me. So a deep appreciation goes out to all of you that voted for me to win this AL MVP award. To my fellow residents, congratulations to all of you that and the years you had. And for some of you up here, the careers you had. To the Angels organization, ownership, front office, and the entire staff, thank you for the past 6 years. I always appreciated your support and allowing me the opportunity to play this game I'm so passionate about. To my teammates and our coaching staff for helping and encouraging me throughout the year, I felt your support every day. To the Dodgers organization for believing in me, I'm looking forward to this next phase in my career. To all the fans around the world that support not only me, but Major League Baseball, we thank you and appreciate you. To the country of Japan, your endless, passionate support you give me every day helps spread me to play the game the way I do. To my support group, starting with my agent, Ms. Valero, and his wife Liz attending tonight. To CAI for all of their support, and of course, if Ms. Hala, for always being there for me. Always there for me. Lastly, to my family and friends. Thank you, I appreciate you all. Thank you. I just want to say that one of my strongest memories from this dinner a few years ago was when Otani was Rookie of the Year and he said he wanted to come back sometime in the future and he was looking forward to giving a speech in English. So that was awesome. I get very glad of that. そうですね。前に話しましたもんね。今度来るときには英語でスピーチするということで紙でないって言ったんだけどね。だけど今回紙は持ってましたね。まあ何回かやられればいいと思いますけどね。素晴らしかったでございますよ。はい、続きましてこれもいきましょう。はい、どうぞ。本オフのメジャー FA 市場の動きが遅い理由米メディアは日本人スターが市場を抑えつけたと指摘。今オフの MLB フリーエージェント FA 市場は動きが遅くなっている、スプリングトレーニングまで1ヶ月を切ったがサイヤング賞受賞経験のあるブレイクスネル、ゼンパドレスや昨季10勝を挙げたジョーダン・モンゴメリー、レンジャーズ、昨季打率点.307、26本塁打、97打点を記録したコディ・ベリンジャー、前カブスなど大物選手の去就が決まっていない。決まってないんだよね。現地1月26日、日本時間27日、現地メディア、ベリーアップスポーツは、今オフの FA 市場の動きが遅くなっている理由を分析している。同メディアは要因の一つに、今オフ FA 市場を賑わせた大谷翔平と山本由伸の存在を挙げた。大谷については、大谷の獲得に関わったとされる球団は、ドジャース、ブルージェイズ、カブス、エンゼルス、ジャイアンツである。非常に広範な交渉の末、大谷は最終的にドジャースと10年総額7億ドルの契約を結んだと、多くの球団が二刀流スターの獲得に動いたことを振り返り、大谷の去就は他の FA 選手たちが契約時期に応じる大きな影響を及ぼしたと見解を示した。なるほどね。三元についてもドジャース、ヤンキース、メッツ、レッドソックスの4球団が、この若き才能ある投手との契約に興味を示していた。長い交渉と訪問の末、山本は最終的にドジャースと12年3億2500万ドルで契約することを決めた。彼もまた FA 市場を抑えつけた選手であり、他の選手たちは彼が契約することを待っていたと記載した。
その上で同メディアは、コンオフは普通ではなかった。うん、大谷のフリーエージェントと山本のポスティングが FA 市場を押さえつけた。うん、確かにね。二人の選手が単独でオフシーズンを席巻したのは、これまでで記憶にない、と、各球団から注目を集めた日本人に選手に驚きを示した。確かにシーズン開幕まで大物選手たちの去就に注目が集まりそうだ。うん。ということでございまして、大谷さんはデコピンで、ヤマトさんはみかん。私も思い出すね、うちの家内がね、みかちゃんって言っていつもみかんみかんって呼んでたんですけどね、懐かしいね。しかしね、ヤマトさんのね、このフォームですね、フォームね、これ彼投げるフォームですけども、あんまりね、あれがないんですよね。いつもホッと投げるんだよね。だから多分一塁か二塁まで走るとも走れないんじゃないかなと思うんですけどね。ところが先ほど説明しました佐々木さんですけど、彼はね結構動き長いんで、こうやってね大きくしてこうやってわーっと来るんですよね。でどこ行くか分かんないかなと思ったら綺麗にストライク入るし、いやー、ちょっとやっぱりいろんな人が違うものでございますからね、確かにね。ということでございます。続きまして、こちらでございます。例の大谷さんのね、カードでございます。じゃあ行きましょう。これもね、これベーブ・ルースの最新、これは大谷さんのサイン。はい、行きましょう。大谷翔平サイン入りカードが衝撃の1680万円で落札神様。ベーブ・ルースと共同で名前が入った夢の一枚。わお。ベースポーツメディア、ブリーチャーレポート。が報道、米大リーグドジャースの大谷翔平投手と伝説のベーブルースの共同でサインが入った超宝カードがオークションにより113,460ドル、約1680万円で落札されたという。米スポーツメディア、ブリーチャーレポートが伝えた。土曜の夜、野球の歴史の小さな一辺がオークションで落札されたと伝えた記事によると、スポーツビジネスの記者であるダレンドベル氏の情報として、昨年11月にコレクターに引き取られた大谷とルースの2人のサインが入った一点限りカードが落札されたという。トレーディングカードを販売するトップス社が手掛けたもので、その価格はなんと113,460ドル、日本円にして1680万円を超える。ロベル氏は実物を自身の X、旧ツイッターで公開しており、ファンも注目。大谷といえば、これまでオールスターで着用したユニフォームなどが高値で落札されたが、ルースのサインと一つになったカード一枚にこれだけ高値がつくのはさすがというしかない。ということでございまして、いや皆さんね、これすごいですよ。大谷さんとベーブ・ルースさんと一緒になってるから100年前の人ですよ、100年前。ねえ、普通ありえないんだけど、これうまくこうやって差し入りましたね。ベーブ、B-E-B-E、ベーブ、ルートっていうんですね。翔平、大谷。いやー、すごいもの、サインが、2人ともサインが入っておりますね。素晴らしい！ということでございまして、私の方も皆様といろんな話をやってまいりまして、もう時間がもうちょっとオーバーしておりますけど、通りすがりさんからですね、コメントいただいておりますから、こちらで最後にしたいと思います。それでは行きましょうか。はい、お願いします。通りすがりの満身王さん、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。佐々木朗希投手の契約の件もありましたが、はい、成績はともかく2023年シーズンも脇腹痛などの怪我により3度の離脱があり、うん、未だに規定投球回をクリアしていません、うん、そのことからしても素質はあるかもしれませんが、うん、現状の能力、体力、スタミナでは今 MLB に挑戦し、メジャーより厳しい環境で野球をしなければいけない、マイナーでプレーするよりも日本で相応の実績を積んで自他ともに評価されたから MLB に挑戦した方が賢明なのは明らかです、うん、山本由伸投手は22歳、24歳で投手4冠を3年連続、そして日本のサイヤング賞といえる沢村賞も3年連続で受賞する偉業を達成したからこそ、今回の契約があったわけで、佐々木朗希投手も2024シーズンにキャリアハイの
成績が残せなければ投手としての格付けで山本由伸投手より格下に評価されても仕方ないと言えると思います。そのためにも背水の陣で今シーズンは臨んでもらいたいものである、うん、それと今回の契約更改での現状維持は WBC などの貢献はあったにせよ、3度も離脱したらエンゼルスのレンドン、トラウトじゃありませんが評価されるのは難しいですね、冷や汗。なるほど、そういうことなんだ。いや、全然知りませんでしたね。ただ流れ見てるとね、本当にジェイコブ・デュクロームと全く変わらないな、すごいパワーがあるなと思っておりました。だジェイコブ・デュクロームも何回も怪我してるんですけど、でもやっぱり相当お金もらってるんですけどね。まあ日本は彼まだ若いから、おっしゃるようにもうちょっと頑張ってもらって、だけどやっぱりね、喧嘩、あの怪我をしちゃいけないから、それを大事にしていただいて、いつでもこちらの方ではね、もうね、BCM ですか、あそこにワールドベース WBC にですね出された時にもみんなね、彼はすごいなっておっしゃって、今も話分かりましたように、まあとにかくいつもありがとうございました。僕のコーナーの皆様からですね、コメントいただいてありがとうございました。そしてまた皆さん、このコーナーのそこの下にありますけど、ぜひチャンネル登録もお願い申し上げます。はい、ということでさっさと行きましょう。デコピン、みかんちゃん、そして大谷さん、これね、ダスティベーカーもジョークの交えながらやってました。これもそうですね、大谷さんのスマイルの顔、これいいね。こっちはシックだね、やっぱりね。はいはいはい、これはいはい、素晴らしい。ということで、はい、そしてここなんですよね。もう本当にね、メキシコと日本がやった時に、彼がね、ペドロさんがね、もう佐々木さんは最高だと、早く見たいとおっしゃってるんですね。はい、ということで、なるほどね。はい、こういう感じで、じゃあ皆様とさよなら、失礼させていただきます。それでは See you later、アリゲーター、はい、 See you later、 アリゲーター、はい、それでは皆さん、また明日お目にかかります。ありがとうございました。失礼いたします。